ちは、大崎真也です。今日はですね、とある企業さんから一度、企業の商品を使ってほしいという依頼を受けまして、大崎純也の家に来ました。ちょっとですね、突撃してその商品をですね、見てもらおうと思います。それでは行ってきます。大崎選手、こんにちは。こんにちは。ちょっと開けてもらっていいですか？いや、すいません。いや、ちょっと案件を一件いただきまして。立て込んでます。立て込まないでください。ちょっと5分だけください。今行きます。ありがとうございます。めっちゃ焼肉の匂いするの、外。やってるんじゃないですか。やってんのかな。いや、すみません、なんか長期オフの。いや、そうだよ。はい。長期オフなのに。ちょっとですね。長期オフなのに。すみません。企業さんから、ちょっと僕の方に連絡が来て、一度、その製品を使ってほしいという依頼を受けまして、はいはい、ちょっとお届けに参りました。長期オフなのに。しかもめっちゃ焼肉の匂いするね。いや、それは知らん。それはもうどっか家がやってるわ。結構硬いですよ。ちょっとじゃあ開けるとこまで取らせていただきます。はいはいはい。じゃあお邪魔します。はい、どうぞ。おお、カンさんのユニフォームと西川周作選手ユニフォームが飾ってありますね。これすごいんですよ。これね、ここメッセージ見てください。これ日本代表目指して頑張るぞって書いてあるじゃないですか、はい、これ周くんが、結構代表から遠ざかってる時にくれたんですよね、このユニフォーム。僕にで遠ざかってて、でまた西川復帰っていうね。はいはい、もう本当に復帰したよって、誰しもがもう西川はダメだろじゃないけど、ちょっと他のキーパーがね、育ってきたじゃないですけど、他のキーパーがこう主軸になってきて、もう西川じゃないなっていう中で、またこう代表にこう押し上がるっていう、やっぱ彼はすごいです。この2枚のユニフォームは僕の家宝です。ちなみにこれティーロってなんですか？ティーロってシュートって意味なんです。はい、シュート打てシュート打てって広島の時からずっと言われてて、ティーロティーロっていう風にずっと言われてて、すごいですよね。いや、カンちゃんのこのカンちゃんを知ってる人なら誰しもがね、この常に前向きって、ありきたりな言葉ですけど、やっぱカンちゃんが言うことによってこうグッと本当響きますよね。これ家宝です、我が家の。2枚ですね、家宝ですね。はい、分かりました。じゃあちょっと部屋の方に行きます。ちょっと開けてみてもらえますか？大きいんですよね。結構でかいんですよね。どっちから開けた方がいいとかありますか？いや、やっぱ大きい方から行った方がいいんじゃないですか。行きましょうか。はい、でかいぞ。なんですか？持ち運び便利な感じになってるけど、これはマットレスですね。そう、マットレスなんですよ。なるほど、マットレス。お、なんか似たような入ってるんですけど、マットレスと、小型のマットレスっていう。え、これも寝れるってこと？それも寝れます。はあ、マットレス、マットレス。そうで、こっちの大きい方のマットレスが、
本当に自分家に帰ってきた時に、まあ寝てもらうよ。はあ、なるほど。で、このちっちゃい方は、例えばまあ、練習が午前午後あった時に、ちょっと横になろうかなとか、うん、まあそういう時に、まあ横になって、まあ休む時もあるでしょ。結構やっぱアスリートって、寝具にこだわってる人が、はいはい、まあ、それこそもうマットレスだったりとか、そう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 、枕だったりとか、はいはい、嬉しいですねこれは。ちなみにちょっとそのマットレスにゴロンと寝転んでもらえれば、うん、なるほど、いいっすか。あ、もう全然、よいしょ。どうです、固めですね。そう、固めなんですよ。僕固めが好きなんですよ。ちなみにこれ2種類あって、はい、固めと柔らかめがあったんですけど、はいはい、まあ、僕も固めが好きなんで。あ、なるほど、柔らかめもあるんだ。そう、固めにしてもらいました。いや、いいっすね。なんか柔らかいと腰が落ちるから腰とか痛くなるじゃないですか。はい、なんかいつもね、僕固めのマットレスとかを使ってるんですけど、はい、これはいいっすよ。はい、でちなみにちょっと会社の紹介をさせていただきたいんですけど、はいはい、株式会社、はい、ユメロン黒川さん、はいはいはい、ですね、福井県越前市の会社になります。福井県、福井県、うん、本当僕の大学の同級生の、はいはい、まあ、ちょっと花屋さんがあるんですけど、はいはいはい、まあ、花屋さんの、まあ、ご紹介というか花屋さんに直接このユメロンの黒川社長が、うん、まあ、連絡をくれて、でまあ今こう一般向けに販売してるんですけど、まあ、将来的にはちょっとアスリートとかと、まあ、そういうコラボ商品だったり、まあ、アスリートの体に効くようなものを作りたいと。もともとなんかこう冬の時期に体を温めるようなものを作っておられる会社 で、 なるほど、ね、でちなみにこの伸び楽っていう製品になる、商品になるんですけど、これはもう自分の体重で腰を伸ばす寝具パッドということで、新聞とかにも大々的に、ああなるほど、そうで、ちなみに日本経済新聞とかにも載ってます。へー。でこれをまあ大崎選手に使っていただいて、まあ良ければ、まあ本当にサプライヤーとして今後ちょっと一緒にやっていきたいですねっていう案件をちょっといただきました。ありがとうございます。株式会社ユメロン黒川さんの黒川社長なんですけど、はいはい、めちゃくちゃパワフルで、はい、もうイケイケどんどんみたいな社長で、まあ、ちょっと写真をここに載せますけど、好きです。もうすごかった。で、ちなみにまあ体を温めるっていう元々のコンセプトの会社さんなんで、うん、まあ、寝具はまあ何種類か何種類かしかないんですけど。うん、足首とかを温める機械とかもあるんですよ。へー。足湯なんですけど、自宅で足湯ができると。なるほどね。で本格的にこうサプライヤー契約をする際には、うん、それも一台お送りしますということなので、なるほど、まあ、ちょっとこの寝具、まあ、皆さんも、うんうん、これ本当腰痛改善にめちゃくちゃ効果があるみたいで。そうですよね、なんかやっぱ反発がすごいです。硬いし腰が落ちないっていうのがやっぱいいですよね。っていうので、うん、まあ本当にユメロン黒川さんの黒川社長、本当ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっともう一回寝てみていいですか。はい、ちょっとやっぱ布団があった方がいいじゃないですか。ああなるほどね。でこれはもう本当自分の体重で腰が伸びるような構造になってるみたいなので、うんうん、すごいですね。いや、ほんとすごいんですよ。寝具も最近ですもん、やっぱりアスリートとかもね、こだわり出してもらって、うん、有名なとことかいっぱいあるじゃないですか。はいはいはい、そうですね。それをやっぱ遠征に持ってって、でみんなこうホテルのベッドってやっぱ硬いのだったりとか柔らかいのだったりとかいっぱいあるから、自分のこうあったマットレスを持ってって寝るっていう選手も結構いるので、うんうん、ありがたいですね。いやもう本当に、はい、黒川社長ありがとうございます。ありがとうございます。まあちょっと使い心地等々はまたご報告しますと、うん、そうですね、一応まあ企業案件ということでいただきましたんで、ありがとうございます。ちなみにですけど、はいはい、まあ、大崎純也選手に提供という形なんですけど、ちゃっかり僕もまた
え、それは、ま、もしかしてプロがついてるから一応、ま、そうですね。ずるい。バーターとして。みんな名乗り出しますよ。プロサラリーマンだ。プロサラリーマンだってプロつけばいいと思って。僕も、この、ちっちゃい方と、はい、この、2個大きい方。2個も大崎兄弟でまた、ちょっと、4点、福井県の方から。ありがたいですね。いや、まあ本当。本当に。やっぱこう地道なね活動をちょっとでも見てくれる人がいるっていうところがありがたいですね。まあ、本当にありがとうございます。本当にこうなんかコロナじゃなかったら直接ねお会いしてご挨拶とかっていうのをねしたいんですけどね。ありがたいですね本当に。そうですね。まあちょっとコロナが落ち着いたら、そうですね、一度ぜひ一度福井県の方に行ければ、はい、足を運びたいなと思います、はい、いや本当この度はありがとうございます、はい、ありがとうございます。ぜひちょっと使っていただいて、使ってます、はい、はい、ということで僕は帰ります。帰ってください帰ってくださいじゃないの。すぐ帰ってください。帰ってくださいじゃないの、はい、もう案件ちゃんといただいてきたもん、ね、なるほど。でもまあ本当マット引いてもらって、はい、ありがとうございました。ケアで、はい、ありがとうございました。それではお疲れ様でした。僕は帰ります、はい、気をつけてね。はい。